ハレルヤ、愛する天の父なる神様、おはようございます。この朝も私たちが目を覚ますことができ、また神様が私たちを生かしてくださって、あなたの子供として与えられているこの特権を豊かに用い、あなたの宮に来て祈りの家でイエス様の皆を通して神様に祈れること、話せること、コミュニケーションが取れることを心からありがとうございます。私たちの大好きなお父様であるあなたに主よと呼べるこの恵みをありがとうございます。神様、今日も御言葉から私たちの心に語ってください。一人一人私たちの心の内にある思いは違います。悩みも違います。しかしあなたは同じ一つの御言葉を通して一人一人の心に必要な言葉を語ってくださるお方であることをありがとうございます。主よ、今日も御言葉から私たちが聞くだけでなく、この聞いた御言葉を自分の生活に当てはめていき、神様の子供としてふさわしく生きていくことができるように助けてください。この時を心からありがとうございます。御言葉を開きます。心を整えてください。イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。本日はレビ記の18章の1節から5節です。レビティカスチャプター18 verse 1-5。 レビ記の18章1節から5節です。レビティカスチャプター18 verse 1-5。 ではお読みいたします。レビ記の18章1節から5節。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。私はあなた方の神主である。あなた方は自分たちが住んでいたエジプトの地の風習を真似てはならない。また私があなた方を導き入れようとしているカナンの地の風習を真似てはならない。彼らの掟に従って歩んではならない。私の定めを行い、私の掟を守り、それらの中にあって歩まなければならない。私があなた方の神主である。あなた方は私の掟と私の定めを守りなさい。人がそれらを行うなら、それらによって生きる。私は主である。本日はこの箇所から、私の主に従う、私の主に従うというタイトルで見ていきたいと思います。今日のこの聖書箇所のレビ記というのは、多分多くの方が聖書通読をしよう、聖書を一冊読んでいこうと思うときに、創世記から始めて創世記、出エジプト記、こう進めていく中で、そう、出レビ、このレビ記に入ったときに、おっとっとこう立ち止まってつまずきやすい、そういう箇所ではないかなと思います。私も信仰を持って間もない頃に創世記から全部読んでみようと思ってこう読み出した時に、このレビ記に入ったらもうよくわからないし、つまらないし、もうなかなかこう前に進まないという思いをしたことをよく覚えています。それが自分の中で、聖書通読がストップになってしまった原因となって、何度かトライしたんですけれども、このレビ記で毎回ストップをかかってしまう。でこのレビ記によってこう聖書通読ができない、自分のせいなんですが、レビ記のせいにしていたんですけど、そういう箇所でした。進学校の入学のインタビュー、面接の時に、好きな聖書箇所はありますか、好きな聖書はありますか、苦手な聖書は、聖書の中の本はありますかっていう質問があったんですが、苦手なものはありますかって言われた時に、レビ記ですって答えたんですね。その質問された先生がレビ記の専門の先生で、こう苦虫を潰したような顔をしてですね、ああそうですかってこう言われたのを今でも覚えてるんですけれども、でもこのレビ記っていうのをこうちゃんと読んでいく時に、レビ記というのはどういう書物なのか、これはイスラエルの民が守るべき生贄の制度とか、またさまざまな立法とか宗教的な祭りについての決まり事などが詳細に記されています。礼拝とはどのように捧げられなければならないのか、神の民としてどのように生きなければならないのか、そういう、こう立法、規約、規制、そういうもの、制度などがこう書かれています。なので読んでいてこう楽しいなとか、どうなるんだろうって、そういう、こうストーリー性のあるものではないんですけれども、
でもレビ記を読んでいくときに、いかに神様が聖であって、いかに清くて、その神を礼拝するためにはいかに私たちが準備をして、備えをして、そしてどういうものを避けて、どういうものを選んで神の前に差し出していかなければならないのかということがこうよく分かってきます。非常に厳しく、非常に細かく書かれています。で、それをこう正しくこの規約を、規制を、制度を行うことができるように、神の民が、イスラエルの民が正しくその礼拝を行っていくことができるように、神の民として正しく生活をしていくことができやすいように、彼らを教え、そして彼らを指導するというのがこのレビ人って言われる人たちの役割でした。このレビ人って呼ばれるグループはですね、ヤコブの第3子のレビの子孫、ヤコブ、イスラエルになっていくヤコブの第3子のレビの子孫がこの、イスラエルの民の神様の前の祭りごととか礼拝とかの責任を持っていく、指導を当たっていく、神と民の間を仲介する務め、幕屋の維持とか管理とか、そういう霊的なものをこう責任を持つ役割が、後のこのレビ人って言われる人たちの役割になっていきます。で、そのレビ人たちの役割が、神の前に正しくいる、神の前に正しく祭りごとを行う、神の前に正しく礼拝を行っていくということで、このレビ記というのは、その神様の前に正しくそれらを行っていくルールブックを、このレビ人がそれを統括するところからレビ記というふうに呼ばれるようになっていったわけです。なので、このレビ記というのは、言ったように楽しく読めるような、そういう内容ではありません。まあ、ルールブック的なものですね。まあ、車を運転するならば、車をどういうふうに運転して、どういうルールがあるのかということをこう見るようなルールブック的なものなので、面白いものではないんですけれども、非常に大切なものです。ルールが分からなければ間違いを犯します。なので、こうルールを知るという上で非常に大切なものですし、でも同時に神様がどれだけ清いお方で、私たちがどういう心構えで主を礼拝しなければならないのか、祭りごとを行わなければならないのか、罪のなだめの生贄を捧げなければならないのか、そういうことがこれを読むとよくわかります。で、これをよく読んで、そのルールがわかると、今私たちはこれをしなくても、イエス・キリストの身代わりで救われた、身代わりで神様の前に清いものと認められたという、その恵みの大きさも分かることができるんです。なので、レビ記をよく読んでいくと、これだけのものを神様は、私たちと神様の間にあったものをこう排除して、イエス様の十字架という、その一人の生贄で全てを良しとしてくださったという恵みの大きさ、また私たちの罪深さ、そして許された大きさっていうのを知ることができる、そういう読み方ができる書物がこのレビ記です。このレビ記の立法というのは、出エジプトイスラエルの民がした翌年、シナイ山に幕屋を作って神を礼拝する場所を作った時から、そのシナイ山を出発するまでの間に神様がモーセにこう掲示した、指示した、そういう内容であるというふうに言われています。一つ一つの規定をモーセは注意深く神様の声を聞いて書き記していったもの、それがこのレビ記の全体になっていきます。で、今日の18章は特にどういう内容について書かれているかというと、神の民、イスラエルの民の性的な行為の基準というのがこの18章になっています。この18章のところをもう一度ちょっと読みたいと思うんですけれども、18章の3節のところをお読みいたします。18章の3節、あなた方は自分たちが住んでいたエジプトの地の風習を真似てはならない。また私があなた方を導き入れようとしているカナンの地の風習を真似てはならない。彼らの掟に従って歩んではならないとあります。で、ここで言っている風習というのは、この後の6節以降を読んでいくと、性的な問題であるということが分かってきます。で、彼らは出エジプトをしてきました。エジプトで奴隷として扱われていたイスラエルが、
その出エジプト、エジプトを脱出して神様の声に従いモーセをリーダーシップとして出エジプトをします。彼らの生活や彼らの道徳観というのはそこに長い間住んでいたエジプト人の影響、彼らの風習というのを非常に多く受けています。それは日常生活のいろいろなものもそうだと思いますが、性的な問題もそうでした。神様の基準ではなく、長い間住んでいたエジプトの風習やエジプトの基準、エジプトの道徳観、そういうものに彼らは、少なからず影響を受けているわけです。長い間住んでいましたから。そして彼らはそこを出てこれからカナンという約束の地に入っています。でもそのカナンの地にも主を恐れていない人たちもたくさん住んでいます。主を恐れる彼らがそこに入っていく、そういう約束の地ですから天国ではありません。なので当然そのカナンの地でもそこにある独特の風習、神様が喜ばれない風習というものがそこにもある。でここで神様がイスラエルの民にはっきりと教えていることは、エジプトの地の風習でもカナンの地の風習でも従ってはならないということなんです。従うべきことは神様が何と言っているか、神様が何と言っているか、そこの場所の常識とか場所のコモンセンスではなくて、決して変わらない神様が何と語っているのか、そしてその神様の言っていることに従っていかなければならないということを、この18章のところの前半は念を押しているわけです。4節、私の定めを行い、私の掟を守り、それらの中にあって歩まなければならない。私があなたの神、主である。5節、あなた方は私の掟と私の定めを守りなさい。人がそれを行うなら、それらによって生きる。私は主である。で、この次の6節から、誰も自分の肉親のものに近づき相手の裸をあらわにして交わってはならないとかこう入ってくるわけなんですね。そして30節、18章の最後の30節、あなた方は私への務めを果たし、あなた方がより前に行われていた忌み嫌うべき掟を決して行わないように、またそれによって身を汚さないようにしなさい。私はあなた方の神、主である。ここで神様は私の掟を守ってくれと、その周りの常識、周りのコモンセンス、周りの風習ではなくて、神様がここにしっかりと書いている掟を守ってくれと。で、その掟を守ることは私たちの自由を締め付ける問題ではなくて、そもそも人間を作ったのは神様ですから、そして夫婦という制度を作ったのも神様ですから、その神様はどうしたらこの夫婦が祝福されるのか、どうしたらそういう性的な問題が祝福され、そしてそこが誘惑とならないのか、人間がどうやったら間違えた方向に行かないで済むのか、それを知っているのは神様です。その神様がその祝福を与えたいと願って書かれているルールブックです。なのでこのルールに従っていれば、あなたたちの歩みは祝福されるよ、あなたたちの歩みも、あなたたちの結婚も、あなたたちの生活も全て祝福されるよっていうのが、この18章で神様が教えていることになります。私たちはともすると周りの影響をすぐ受けます。特に自分が弱い部分、自分が弱い部分に人間というのは言い訳をつけてそこに従いたくなっていきます。自分がこれをしたいと思うと、でも神様はノーと言ってる、でも周りはみんなやってる、自分の世代はこうだ、この国はあだ、いろいろと理由をつけて自分がしたいということをこう通そうとしていきます。でも神様がノーと言うならばノーである。それが神様が私たちに与えている祝福に導く道だからです。自分の欲望に任せるのではなく、そしてそこに言い訳をつけて従うのではなく、神様に従うときに神様は必ず祝福されます。今の現代でもこの性的な問題というのはもうどん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 基準は変化していくし、風習も変化していくし、コモンセンスも変化していきます。そしてモラルは上がっていくということはないんですね。何でも下がっていきます。私が小学生だった頃、よくこう、家族でいろんな話をするんですけれども、近くにアパートがあって、そこに一人で住んでる女性のところに男性が住むようになった
ていうことをこう親が話してたんですね。すぐ近くのアパートに女の子が一人で住んでるんだけど、まあ、もう仕事してる女性ですね、もう20代いくつだったと思うんですけど、こう住んでると。そこに男の子が一緒に住むようになったと。これは大変なことだということを家族で話してるわけなんですね。でそれ近所のおばちゃんたちもみんなで話してるんです。あのアパートにいる女の子がね、男の子と住んでるのよ。いつの時代の話かと思うんですが、私が小学生の時です。私が小学生の時、皆さんの地域は分かりませんが、私の地域もそんなに田舎ではないんですけれども、そういうことがあるともうみんなそれがこう噂になってですね、あの子よなんていう感じで買い物してると言われるような時代だったわけです。じゃあ今どうでしょうか。今は一緒に結婚前の人たちが住むっていうことがそんなにこう特別されるような、何やってるのと思われるようなことではない、いや普通でしょって言われるようなことに世の中はなっています。まあ、国によっても、国のルールによっても、その国が大事にしている宗教観によっても違いますけれども、まあ、でも大体のコモンセンスとしては、私が小学生だった時代のそういう出来事のコモンセンスから今の時代は随分変わってきている。こういうものというのはどんどんこう変わっていきます。結婚する前に子供ができてしまうこと、以前はそういうことがクリスチャンとか関係なく、とんでもないことだっていうふうに言われていた時代が、今は授かり婚よかったねっていうようになっていく。こういろいろなこういう問題というのがですね、その時代によって国によってこうどんどんモラルというのが変わっていく。普通そうでしょうっていう普通がどんどん変わっていくわけです。しかし神様の結婚観、神様の夫婦観というものは一向に変わりません。聖書は同じ言葉が書かれていて、そしてそこに従うならば祝福されるという非常にシンプルなメソッドも変わりません。なので私たちはこの変わっていくものにより頼んでいくのではなく、影響されるのではなく、変わっていかない私の主の言葉に従っていくことが必要なのではないでしょうか。というのは神様が私たちを作り、神様が私たちの祝福を用意してくださって与えてくださるお方だからです。その方のルールブックに従うときに、私たちはその一歩一歩が神様が用意してくださる祝福に向かって進んでいく。その確信を持って、自分の欲は、私たち弱い人間、罪深い人間なのであります。でもこう車もそうですけれども、こうスピード出したいと思っても、じゃ出したいから出して、そしてルール違反をして、そしてぶつかるのは自分です。同じように私たちもこうしたいっていう思いがあっても、じゃあルールには何て書いてあるのか、そのルールに従っていくときに私たちは安全が保障され、そして私たちに祝福が与えられると、そのように神様は私たちに約束してくれています。私たちの肉的な欲求というのはいろんな面でとても強いです。だからこそそれを神様の言葉によってコントロールしていただく、そして内側に住む聖霊様により頼んで、それを導いていただく歩み、私の主に従っていく歩みというのがとても大切なのではないでしょうか。お祈りを捧げます。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。私たちはあなたに創造されました。非常に良かったと私たちを作られた神様は言われました。しかしその後にアダムとエヴァが神様との約束を破り、そしてそこに自己中心、罪が入ってきます。この罪は私たちが善悪を決めるというものです。私がしたいようにするということです。しかし神様は諦めることなく、私たちに聖書を与えてくださり、そしてそこに神様のルールをしっかりと記してくださいました。神様はどのような歩みを喜ばれるのか、どのような民を喜ばれるのか、どのような礼拝を喜ばれるのか、そしてどのような人間関係を、そしてどのような性的関係を喜ばれるのか、全部聖書に書かれています。そしてその歩みに従っていくとき、自分の誘惑に負けず従っていくときに、主は祝福を用意してくださっていること、それを神様は何度も聖書を通して私たちに教えてくださっています。神様、私たちは弱いものです。なので誘惑が私たちを襲ってきます。私たちの罪がうごめいて、そのいろんな言い訳をつけて間違えた方向に行こうとします。行く時もあるかもしれません。しかし私たちが悔い改めて立ち戻るならば、神様は何度でも許してくださり、また私たちの道を軌道修正してくださいます。
私たちが私たちの主であるあなたの声に従えるように内側に住まれる聖霊を用いてくださって、どうか私たちを強め導き強制し義の訓練を与えてくださいますように。そして私たちが神様の御国に向かって約束の地に向かって神様が喜ばれる歩みをしていくことができるように助けてください。今から祈る時を持ちます。私たちの心の内側にあるその罪、こびりついている罪一つ一つ神様の前に注ぎ出しきれいにしていただいて、神様あなたの御声にあなたの掟に従っていける私たちの信仰を強めてください。お祈りの時を持っていきましょう。